聖書人になりたい菅野和彦とひろみです主イエスキリストが荒野でサタンの試みにあ皆さんがよく知っている箇所を一緒に見ていきますその試みは周囲スキリストがバプテスマを受けた後に受けるんですねヨハネから水のバプテスマを受けて天から御霊が鳩のように下ってきたそして天からこれは私の愛する子 私はこれを喜ぶという声がしたんですね。うん。そして、見玉に導かれて、荒野に登って、40日40夜、断食することになりました。そして、公に働きを始める前に、神様はサタンを通して愛する子を試します。最初の子アダムも、偽人ヨブも、神様を愛するかどうかをサタンを通して試されましたね。うん。サタンは、 神様が愛する子に与える責任と祝福をしてますのでその使命と働きを偽りによって妨げようとしますサタンが3度試みることはマタイとルカの福音書に書いてあります今回はマタイ福音書の順番で見ていきます最初の試みは次のようなものです40日40夜断食した後で空腹を覚えられたすると 心見る者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。この答えは、新明期発章からの引用です。アラノでマナが与えられたことを振り返る箇所ですよね。うん。40年間のアラノでの苦しみは、 神様が民を試みて、その命令を守るかどうか、心の内にあるものを知るためでした。人がその子を訓練するように、神様が民を訓練してくださったんですね。うん。悪魔は神の子ならという言い方で、この誘惑を始めますけれど、その前の箇所ですね、バプテスマの時に、私の愛する子という宣言がありましたから、神様の 主イエスに対する愛を取り扱う、その出だしになっているわけです。主イエスはサタンが言ったように石をパンに変えることができましたよね。うん。主イエスは命のパンですし、この後5000人の群衆にパンを分け与えることもしています。自分のために印を行えという誘惑は、神の子なら十字架から降りてみろ。 という誘惑にも似てますよね。シューイエスは食べてまたお腹が空く、飲んでまた乾く水のために、この世に来たんではないんですよね。うん。それも与えてくださいますけれど、それを与えることによって、主の言葉を信じる。それが永遠の命なんだということを表すために来られました。それももう書かれている言葉でサタンを退けたんですね。うん。 この答えで引用している神明記の箇所というのは、聞きなさいイスラエルというイスラエル人にとってとても有名な箇所でみんな暗記しているような箇所、そういう箇所を使ってお答えになりました。主イエスの答えは3つとも神明記から答えています神様がイスラエルを荒野でどう導かれたかを思い出す箇所ですよね。うん、40年間のアラノで、 聞き従わなかった歴史です。そして次には、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて次のように誘惑します。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は見ついたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。 あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。悪魔は今度は書いてあることで誘惑するんですね。うん。詩編91九十一編から引用します。詩篇九十一編はあらゆる病や災いから神様が救ってくださる。神様は酒どころで信頼するものを三翼の陰にかまってくださいます。神様は愛しているものを助け出す。 主を呼び求める者に答えてくださる。そして、見つかいを通して、主に身を避ける者を守り、手で支えて、足が石に打ち当たることのないようにする。だから、神殿から身を投げてみなさいと、サタンが言います。見言葉は書いてある通りになるんじゃないですか。という誘惑ですね。うん。悪賢い誘惑ですよね。それに対して、主イエスは、その策略を見抜いて、 また、神明期で答えます。主を試みてはならないとも書いてあると答えるんですね。それは、あなた方がまさで試みたように試みてはならないという箇所なんですが、荒野で水がないと、モーセに不平を言う箇所ですよね。うん。モーセは、なぜ私と争うのですかなぜ死を試みるのですかと答えます。そして、モーセが岩を打つと、 水が出たんですよね。うん。その場所をマサ、またはメリバと名付けたと書かれてますけれど、マサというのは、試みるという言葉。メリバは、争うという言葉です。主は、私たちの中におられるのか、おられないのかといって、試みたと書いてありますね。うん。紙幣91編は、短く言えば、死から救われるということを歌っている詩編になります。 死から救い出すということは、周囲エス・キリストが来られた使命ですよね。うん。都の神殿の上から飛び降りても死ななかったということをエルサレム中の人たちが見る。その奇跡を行えば、その使命が果たされるんじゃないんですか。と悪魔が誘惑したわけです。それでは、死に対する表面的な解決にしかなりませんよね。うん。死の根本原因。 その罪の問題を取り扱わなければなりません。主を試みるということは、主に聞き従わなかったという出来事なんですよね。うん。疑って試す。それが罪というものです。そして今度はイエスを非常に高い山に連れて行って、この世の全ての国々とその映画を見せて言います。もしひれ伏して私を拝むなら、 これを全部あなたに差し上げましょう。そしてイエスは答えます。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ。と書いてある。2番目の答えと同じ神明期の6章です。モーセが40日40夜、山に登って神様から命令を与えられている間に、民は偶像礼拝をしました。 金の交渉を作ってしまったんですよね。うん。主イエスに与えられた使命は、神様からすべての主権を与えられて、闇の支配から光へ、神の国を立て上げることでしたから、この世の力によって支配するという偽りの方法ではなくて、使えることによって支配するという方法ですね。うん。今回はマタイ福音書で見てきましたけれど、 ルカ福音書では順番が違うんですよね。うん。2番目と3番目の試みが逆に書かれています。マタイ福音書は主権がテーマですから、すべてを支配するという方が強調されて、救いがテーマのルカ福音書は、死から救い出すことを取り扱う誘惑の方を後にすることによって強調しているのかもしれません。そして誘惑の後に、 悪魔はイエスを離れていき見つかいたちが近づいてきて仕えたサタンが引用した「詩編91編」に書いてある通りです御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和ひろみでした。